コウキさん、早速なんですけれども、はい、コウキさんが J リーグ時代、J リーグにいた時、大体何点取ったかっていうのを覚えてますか？そんな取ってない。アシストの方が好きで、そうだからなんか点取るっていうよりアシストの方が多分めちゃくちゃ多いかな。僕が調べてきたところによると、うん、ジェフからセルティックを挟んで J2 の相模原の時まで合わせて26点取ってるんですけど、少な、その26点って大体どんなゴールだったかって覚えてたりしますか？あ、でも自分の映像をたまに見るから多分わかる。今回はそのサッカー選手ってやっぱゴール決めた時ってめちゃめちゃ嬉しいと思うんですけど、それをちょっと再現してきたので、その映像を見てこの時の、この試合の時のゴールだっていうのをちょっと当てていただきたいなっていう企画です。はい。で、これ撮影協力してくれたのがハイブサイレブンジュニアイスの中学生たちなんですけど、ちょっと先に言わせていただくと、うん、フットサルコートで再現したので再現度のクオリティはちょっと求めないでください。もうその時点で再現じゃないね。いや、フットサルコートじゃっていうのも加味しながら思い出していただければと思うので、うん、よろしくお願いします。はい、頑張ります。全部で3問あります、うん、あ、これ見て答えた後に本物の映像も流します。ちょうど今点入ったからさすっげー目いっちゃったよフェイントをかけて坂本逆サイド、水野シュートを打つ、どうだー。もうこれはわかるよ。これ簡単ですか？いや、一番簡単なの出してきたでしょ、これは。あの、やっぱレベルちょっとずつ上げてってます。あ、そうなの。はい、答えをどうぞ。もうこれは、まあ、ナビスコ、今の言うルヴァンカップの決勝のゴールです。正解です。一応本場の映像ですね。もうね、MVP 取ったゴールだからね、一番覚えてるでしょ、これ多分。映像見てて思ったんですけど、結構トラップしてからなんか時間あるように見えたんですけど、うん、なんかその時とかってゆっくりに見えたりするんですか？この時は多分対面していた外国人選手と そこに至るまでもかなりこうやり合いがあって、まあ、その中でドリブルを結構何回も見せてたんで、多分ドリブルを警戒して詰めてこなかったんですよ。だからシュートコースが空いてシュート打ったって感じですね、その時は。僕もこれ見てました。鹿島ファンとして。鹿島ファンとして。僕が小学校6年生だったんですけど、ナビスコ前の雑誌で予想みたいなのがあったんですよ。どっち勝つかみたいな。うん、で、その時もうすでにコウキさん、右サイドのところにもうスタメン予想出てて、その時のコメントがめちゃめちゃ覚えてて。わかんない俺。強い方が勝つんじゃなくて、勝った方が強いって優勝予想の雑誌に載ってました。そんなこと言ってたんだ。それだけなんかめっちゃ覚えてます。そこだけめっちゃ覚えてるんですよ。続きまして、はい、第2問です。第2問はちょっと難しいかもしれない。難しい。探すのめっちゃ頑張りました。そういう感じ。はい、あー、分かったよ。もう分かりました。うん、ね、何年、2年目かな。2年目だ。はいはいはい。から最終ラインの裏にサイドから飛び出してってロングボール来て、ごめん何線かは忘れちゃった、をワントラップで浮いたボールをそのままボレーで打ったやつね。で、左サイドに入って、俺はそのまんまスタンドの方走ってた。正解です。これ正解は何線だっけ。2005年なので、うん、2年目ですね。2年目のJ1 リーグ対8節、千葉対ガンバ大阪です。ガンバか。で、これが当時の映像です。このアシストが完璧だった。まず、
これ。で、俺この時にセンターバックの外人のストヤノフ、イリア・ソナストヤノフってのが喜びに来て、こうやって俺のほっぺにこうチューをしたの、はい、でその時にタイミングよく俺パッて振り向いちゃって、ここ口元ギリギリぐらいに唇が上がって、みんなにそれをすげえいじられたって記憶がある。でもこれもね、多分結構綺麗な形じゃん。はい、うん、で多分俺結構興奮してて、ワントラップしてロッカーに帰った時はワンバーしてからシュート打ったと思ってた。ああ、でそれを自分で見直した時に、ああノーバンで打ってたと思って、その記憶がそうや。これもうハイライトで探しても出てこなくて。あ、本当？はい、2005年ジェフ千葉ってやって、なんか総集編をまとめている方がいて、こうもう全部の試合の、それでコウキさんのやつを何個か見つけて、これを選出させていただきました。はい、最終問題になっちゃうんですけど、うん、縦につけてこぼれ球チョドンゴン、後ろから水野が来た、水野シュートー、かかったよ、早いな。いや、この中に行ってキーパーかわしての左足はもう多分1個しかない、トスと清水で、日本平が俺、まあ地元っていうのもあるんだけど、すげえ相性良くて、でデビュー戦も日本平だし、J の、うん、で、日本平でやる試合っていうのは結構点とかアシストしてて、で、そうだね、トス時代のリーグ戦、多分リーグ初めてその時ベンチに行ったかな、トスに行っての時のゴールだね。で、それで1対1になったかな。もうまだもうロスタイムだったんだけど、もう1点取り行きたいからみんなが寄ってきてる中、こうやって振りほどいてすぐ戻ってきて、これはあれですね。94分のゴールですね、うん、そうそうそう、確かあと 1,2 分あって、はい、だからもう1点取り行こうっつってすぐ戻っていった。そう、前2人が潰れたんだよ。一応これの今パス出した最初に縦にくさび入れたのが今ドイツが頑張ってる鎌田大地ね。もうアディショナルタイムってことでやってて、やっぱりここで決めないとみたいな感じで思ったり してました。っていうか、まあ日本に帰ってきてスタメンで出る試合がそこまで多くなくて、で基本もう途中から出て流れ変えるような使い方をよくされていて、だからまあ常に途中から出た時はまあ得点に絡もうっていう意識がすごかったから、まあその中でこうね、大事な1点を取れた。なんかごめんね、簡単すぎました。俺割と自分のネット見るからすぐ答えられちゃう。そうですね、まあ今回ちょっと時間の関係で3問しか作れなかったんですけど、うん、どうでした、やってみて。あ、でもすごい分かりやすくこう忠実に再現された、まあ狭いエリアの中で、はい、ということで、まあ、はい、次回はちょっとゴールだとちょっとコウキさん的には簡単だということで、ちょっとアシストの方も今度。いや、アシストも覚えてるよ俺。アシストも覚えてる。だからゴールに関しては、まあ、さっき最初に言ったけどやっぱ26点って言ってそこまでやっぱ多い数字はないから、割とこう覚えてるっていうのがあったし、アシストの方だと多いと思うので、アシストは多いね、ごちゃごちゃになってるとかっていうのはきっとあるかなと思うので、うん、このアシストを覚えてるかっていうジュニアユースと僕の挑戦も込めて。いや、そうだね、なかなかやっぱアシストになるとこうクオリティの高い、ね、クロスとかは、うん、なってくるから難しいと思うし、じゃあジュニアユースのみんなも頑張って。まあそれはね、真似してまずやって、それが自分たちの実践にもしね出せればプラスになっていけると思うし、まあそういう意味ではこう頑張ってください。はい。ということで、コウキさん今回はありがとうございました。はい、ありがとうございました。また次回挑戦しますので、その時もよろしくお願いします。はい、幸せのお菓子ツリーオーブンです。前に動画でも
載せていただいたんですけれども、釣り用文集というのが一番人気商品です。で他にもショーケースにケーキがたくさん並んでいて、いろんな種類のものを既に季節に合わせて作っております。モンブランタルトがおすすめなんですけれども、バタークリームのバラが乗っているところが可愛くてお客様に人気があります。本厚木駅南口から徒歩2分ぐらいで着くところにございますので、ぜひお越しくださいませ。